今回のテーマは、規制戦五番勝負のジンクスです。対局室に右足から入ると必ず勝つというようなことですか少し方向性が違います。正規マガジン1992年10月号、将棋面白雑学辞典より、勝負の世界では、ジャンルを問わず、大物の強みというのがある。将棋界も例に漏れず、大逆転で、タイトルダッシュもしばしば起こる。 中でも規制戦五番勝負には、それを象徴するようなジンクスがある。一方が、二連勝した後に二連敗すると、三周局は、必ず追い込んだ側が勝つのだ。その例は、過去に五回あり。うち四回は、中原が破れている。十一期の山田道義、二十一期の有吉道夫、四十二期の森安秀光、五十六期の屋敷信之の四回で、 山田を除く三人は、初タイトルを大逆転で、中原棋聖から奪い、感激もひとしおだった。中略。中原は塚田康明との王座戦でも、二連勝の後三連敗して、タイトルを失っている。あの大名人にして、一度的に傾いた勝負の流れを、再び引き戻すのは、難しいということか。なお、棋聖戦における、もう一回の二連勝三連敗は、 23期の内藤米長戦、内藤勝ちが記録している。この頃は、七番勝負での三連勝の後の四連敗は一度もありませんでした。規制戦だけが二連勝した後に二連敗すると、最終局は必ず追い込んだ側が勝つということですか。この記事は1992年のものですが、そのジンクスは現在も続いているのでしょうか 1993年以降の規制戦について調べてみました。一方が2連勝した後に2連敗したケースは、1993年以降3回ありました。直近から見ていきましょう。まず、2008年の佐藤康光規制、羽生義晴二冠戦です。佐藤規制が2連勝した後に2連敗しています。ジンクス通りなら、羽生二冠が勝つはずですが。 5局目は羽生二冠が勝ちましたおお<ー>その前が2002年の郷田正孝棋聖佐藤康光王将戦です郷田棋聖が2連勝した後に2連敗していますそして5局目は佐藤王将が勝ちましたこの時もジンクス通りですねその前が1993年度後期の羽生善治棋聖谷川康司王将戦です これで三つのケースすべてです。羽生規制が二連勝した後に二連敗しています。ジンクス通りなら、谷川王将の勝ちとなるところですが、この時は、はぶ規せが五局目に勝って、規制員を防衛しています。ということは、羽生規制がジンクスを破ったんですね。ところが、そうとも言い切れません。 この1993年度後期の5番勝負は、羽吹キが2連勝した後の第3局、19時11分に81手で千日手が成立、19時44分から差し直し局が開始されましたが、22時24分、差し直し局も100手で再び千日手となりました。千日手が2回続いて、第3局は、 別の日に行われることになるという、非常に珍しい流れとなりました。記録の上では5番勝負ですが、物理的、日程的には6番勝負だったんですね。そういうわけですので、この規制戦のジンクス、規制戦5番勝負で、2連勝した後に2連敗すると、最終局は、必ず追い込んだ側が勝つは、日程を改めた差し直し局が含まれない限り、 という正しがきつきで、このジンクスが今も生きていると考えることができると思います。なるほど。そうですね。こうやって見ると、1967年後期を除いて、2連勝した後に2連敗したのは、棋聖を保持していた棋士ばかりなんですね。タイトルを保持していて、2連勝した後に2連敗すると、相当なプレッシャーがかかるということなのでしょうか そうとも限らないと思います。2000年度以降になりますが、多棋戦の5番勝負での2連勝後の2連敗を見てみましょう。王座戦と棋王戦で、それぞれ2脚ずつあります。赤い文字の棋士が、2連勝した後に2連敗しています。4回中3回が、2連勝した後に2連敗した棋士が勝っていますね。棋聖戦とは様相が変わっています。女流棋戦ではどうですか 赤い文字の騎士が2連勝した後に2連敗しています。7回中4回が2連勝後に2連敗した騎士が勝っていますね。このように見ていくと、棋聖戦以外の5番勝負では特に傾向はありませんね。そういうことになります。ただし書きつきではありますが、棋聖戦特有のジンクスは続いていると言えそうですね。でも、藤井聡太八冠が全タイトルを保持している現在、 五番勝負で藤井八冠が2敗したのは2020年度の叡王戦の一度だけでここしばらくは五番勝負で2連勝後の2連敗を見るのは難しいのでしょうね難しいとは思いますが20年のスパンで見ればあなたがアラブの石油王になる確率よりも高いと思いますよくわからないんですけれどもそれではご視聴ありがとうございました また次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録・高評価ボタンもよろしくお願いいたします。